すごいよ。すごいの発見した。お店の味がうちで再現できる。無限にポテトが食べられるソースを発見したんですよ。これはすごいよ。ありえないぐらい美味しいから。びっくりするよ。作り方を公開します。すごいよこれ。いやもうすごい。こんにちは。みんなのアイドル昼から飲みはるです。今日はですね、すごいソースを作れるというすごいの発見したよっていう話なんですけど、じゃあまずですね、みんなが知っているあの調味料とあの調味料を混ぜて店の味が再現できるものを紹介したいと思います。わかりますか？これです。ケチャップ。なんともう一つ魔法の調味料を混ぜるだけで、こちらです。ガラムマサラ。ガラムマサラとケチャップを混ぜるとめちゃくちゃ美味しいソースが作れるんです。今日はこのガラムマサラとケチャップを使って家で作れる絶品料理を紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、ということで、料理をやっていきたいと思います。じゃあもう、ガラムマサラ、はい、とこちらですね、ケチャップ、こちらをですね合わせていきたいと思います。まずはケチャップを入れたいと思います。ケチャップを入れますね。こちらの方もね AMSR で、使っていただきたいと思いますけども、ケチャップが出る音ですね、でそしてガラムマサラを入れます。はい、こんな感じですね。であとはですね、箸1本でいいんで、これをですねこうぐるぐるとこう混ぜてあげます。はい、こんなもんでしょうかね。完成でございます。見えますでしょうか。ということでね、出来上がりましたけども、次はこれをつけて食べるもの、このケチャップをつけて食べるものをこれから作っていきたいと思います。ただちょっとあまりにも食材がないもんで、こちらですね、段ボールを使って料理をしていきたいと思います。ちょうどいいかけらがありますん で、こちらを使って、料理をしていきたいと思います。じゃあまず段ボールですね、段ボールを、調理していきたいんですけど、すいません、ほんと申し訳ないんですけど、ここの部分ちょっとあのシールが貼ってあって、ちょっと食べるにはなんか若干、僕すいません、本当に申し訳ないんですけど、潔癖症じゃないですけど、ちょっとあの見た目があれなんで、すいません、ほんと食を考える会の皆さんごめんなさい、食を考える会の皆さん本当にごめんなさい。ここは本当にもったいないんですけど、これ捨てさせてもらいます。申し訳ないです。まあ、ちょっとね、ちょっとここら辺がすいません、汚いっていうか、申し訳ないです。いや食べ物に対してこんなこと言うのもあれなんですけど、まあね、ちょっとシールが貼ってあってちょっとあれなんで、すいません、本当申し訳ないんですけど、これは捨てさせてもらいます。ですね、まあちょっとこちらの方をね調理していきたいと思うんですけど、ね、まあちょっとこういういい部分もありますんで、こういういい部分もちょっとこう細かくしていきます。まあ、どんどんもう細かくしていきます。はい、でそしたらですね、こちらですね、ボール、こちらのボールを使って、ボールにですね、今ちょっとお湯を沸かしてますんで、まずお湯でねちょっと調理する前に水で一回洗いたいと思います。ちょっと段ボールをこうちぎってですね、あ、すいません、テープがちょっと出てきてしまったんで、こちらは食べれませんので、これは捨てさせていただきます。なかなかその作るのがたどたどしいかもしれませんけど、調理の勉強はしてるんで大丈夫だと思います。こんな感じでどん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 入れていきたいと思いますけども、実際どうなるかっていうのは、とても誰も神のみぞを知るところですよね。一番大変かもしれないですね、この作業が。はい、こんな感じですかね。できるだけちょっと細かくしたかったんですけど、で次ですね、水です。こちら水をですね場所に入れたいと思います。こちらの段ボールに水が入った状態ですね。ちょっとあの洗います。一回ちょっと汚れがついてますんで、ちょっと洗いたいと思います。
まあ、ちょっとまあ、そういう時代なんでちゃんと洗わないとねダメですから。で洗うとだいぶ柔らかくなりますね。はあ、なるほど、こうなるんですね。なるほどなるほど、あ、だいぶ柔らかい。ちょっとすごいねこれ、ほらこんなんです。見えます？すごい柔らかくなってきましたよ。まあ、ちょっともうだいぶちぎっていきます。これガンガンちぎっていきます。はい、でちぎりながらこうちゃんと洗っていく感じですね。ちょっとね汚いんで、あ、汚いとか言っちゃダメだ、まあ、汚いんか、汚れがついてますんで。あ、水を吸ってだいぶ美味しそうですね。結構柔らかくなってきましたよね。いや、ほんと生産者さんありがとうございます。はい、まあ、こんなもんですね。でちょっとほら汁が茶色っぽくなってきたんで、まあ、ちょっとこちらもねお出汁として使いたいところではあるんですけど、まあ、今回はちょっとやめさせていただいて、お湯を、こちらに注いであります。お湯です。ティファールの偽物です。うわ、あったかそう。うわ、すごい、うわ、めっちゃいい匂い。あ、中華料理みたいな匂いがしてきた。うわ、うまそう。これ絶対うまいよ。これ絶対うまいです。これほら、ちょっと匂い伝わらないかもしれないですけど、だいぶいい感じになってません？ちょっと待って、めちゃくちゃいい匂いしてきたんだけど、ちょっと何これ。あ、だいぶお湯も冷めてきましたね。ちょっと洗っていきたいと思います。ちょっと別皿に移してですね、別皿に落とす。これはもう家庭の水で全然大丈夫です。しっかり洗ってください。もうこうするともう大体食物繊維みたいな感じで、まあ、結構誰でも手軽に食べることができますので、洗っていきます。まあ、こうちぎってってください。どん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 ちぎってってください。今使ってるのは冷水なんですけど、寒い。これめっちゃ冷たいな。水を切ってあげて、で絞ってあげます。うわ、うまそう。マジで絶対うまいわ。見て、ちょ、何これ、詰まってる、もしかして。あ、やばい、詰まってる、詰まってんなこれ、排水口が。はい、じゃあ新事実が発見、事実を発見しました。段ボールを洗うとなんかすごい細かい糊みたいのが出て、排水口が詰まる。なんかちょっとすっごいこう網目細かいところにこうなんかこうつぶつぶみたいなのが、まあ、こういうことを想定した上で、しっかり段ボールを洗ってください。まあ、ポイントはそこですね。細かくちぎるっていうところと、あと、まあ、排水口に気をつけると。じゃ、そしたら煮ますか。ちょっとな、この黄色い部分がいらないな。白い部分もちょっと残して。じゃあ、まあ、ちょっとまあちぎりつつ、はい、ということで、できましたんで、こちらを食べていきたいと思います。うまそうですね。で、まあ、とりあえず今回作った、タレがこちらですね。こちらのタレは、先ほども言いましたが、ケチャップとガラムマサラを入れておりますので、大変食べやすくなっております。では、いただきたいと思います。こちらに、まあ、ちょっと段ボールで作ったんで、結構ね煮込んだんで、わりかし食べられると思います。じゃあちょっといただきたいと思います。何にでも合うタレなんで、うん、なかなかね噛み切るのが難しいですけど、でも意外に食べれるっちゃ食べれますね。はい、こんななんかいい感じの白身の部分ですね、段ボールの白身の部分をいただきます。うん、茶色の部分よりもだいぶ食べやすいですね。多分白身の部分の方が結構食べやすいんじゃないでしょうか。うん、うまい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 、これはうまいですわ。あ、うまい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 、こう茶色身の部分も意外に美味しいですね。意外にいけるかもしれないですねこれ。まあ結構煮込んだんで、まあなかなか噛み切りにくいですけど、噛み切れなかったら飲めばいい話なんで、美味しい、マジで。いや、ペロリと食べちゃいましたよ。ごちそうさまでした。